毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とでも気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は白いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日楽しいことばかり。難破船が僕の住処さ。時々サメにいじめられるけど、そんなとおりゃそうさ、逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ、目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが、僕を釣り上げ、びっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ、少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで、僕をうまそうに食べたのさ。はい、こんばんは。今夜はね、泳ぎたい焼きくんを歌いました。2020年6月の14日日曜日の生存確認です。今夜はね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、昨日はちょっとね、アウトドアで、今回はね、梅雨空ってことでね、山を諦めて、奥様やめて、スノブキャンプ場久々行ってきて、振り返ってきましたね。さて、今日もこれからやりましょうね。なんてよかったね。9時半か。また明日から1週間お仕事頑張りましょうね。じゃあ今日も YouTube ライブやろうかな。ね。やろうか。次帰ってきました。よかったよかったね。夜はね、卓球できてよかったね。今日あたり夜降ってみたんだけどね。よかった。昨日は夜はほんと、夜過ぎからほとんど曇りになったからね。夜卓球できてよかった。朝もできてね。ある時、ほんと、吹き出したのはさ、ほんと、撤収の段階だったから、よかったよかった。ね。久々焚き火だったね、今回はね。いいね、焚き火はな。重たいけどね、焚き火キャンプは燃料稼いでいくから。ね、でもよかったら、なんとか武器帰ってくれて。じゃあ、活字コン生存確認。今日も YouTube でライブしましょうね。2020年。14日曜日。来週が夏至なんだよね。来週が夏至ですね。夏至。ね、ちょうどね、折り返しだよね。日の長さが変わるんだそう。夏至を境にね。夏至を過ぎるとね、徐々に日が短くなんだよね。それで冬季が問題ね、その繰り返しね。もう早いもんだもん。今年もそうなる季節よね。また来週は夏至です。じゃあやろうか。バスを降りれば、唐松林、塩気の降りた白いレストラン、秋の避暑地で出会う人は皆、なぜか目を伏せて、なぜか目を伏せ歩き
ります。コスモスの花は今でも咲いていますか？あの日の二人をまだあなたは覚えてますか？愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。右は駅越え行く北の道、左は人まで行く高線道、続いてるコスモスの道があなたにかけた一つの季節。優しいシミは帰らないけれど、愛の思い出そっと取り出して、この胸に温めて、温め直す私です。コスモスの花は今でも咲いていますか？心の支えを今一人で訪ねてきたの。愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。右は駅越え行く北の道、左は人まで行く中山道、続いてるコスモスの道が。はい、こんばんは。今夜はね、コスモスカードを歌いました。2020年6月の14日、日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。あつこさんどうもね、もずくさんどうもね、えいきさんどうも、ももやさんどうもね、こんばんはね。さて、今日のお夜食。今日のお重はいこうかな。ぶり買ってきましたね。今日はね、いや、お肉焼こうかな。今夜お肉。アメリカ産豚こま切れ肉を買ってきました。256か300ぐらい、これね、今日は豚肉を焼こう。今夜豚肉を焼きます。今日はね、豚肉焼いていくよ。
今日は炒め物作ってますね。今夜は炒め物、こんにちは、ね。あ、どうも。あ、ぴょんさんどうも。うん。マスターもどうも、ね、今日は炒め物。何枚して、8枚じゃないの、もっとあるかもしれない。もっとあるかもしれない。もっとある。焼きそばだ。今夜は焼きそば行こうか。豚肉にキャベツ入れて。豚肉にキャベツね。キャベツと麺入れて。初ソース焼きそば。黒い粒々が粗挽き胡椒ね。かなりやっぱ豚300近かったからな。ね、あとキャベツも深さがあったんでね。麺は一色だけどさ。結構あるね。あ、この感じ。どうも、小田さんどうも。今日は焼きそばよ。今度。プレゼントするほどないから、そんなもん。プレゼントするほど。うまい。食べて。麺。豚肉。こま切れ肉。黒いの、粗挽き胡椒なんや。楽しかったね。うん。久々の焚き火だったね。焚き火キャンプだったからさ。重たかったの、燃料がね。無事終わってなかった。久々。スノブキキャンプ場はさ、昨日も言ったけど、去年の5月の連休以来だから来たの。1年以上経った。久しぶりだ。よかったよかった。久しぶり。よかったね、5月の連中で行ったんだよね。あれ以来、他いろいろ、いろ行きたいとこいっぱいあるからさ、アウトドアね。なかなか遠のってた。あ、うまいね。お肉は最高だ。こんばんは。今日は豚肉入れて焼きそばね。キャベツと豚肉でソース焼きそば。一杯持ってこうか。今日の一杯。でもおなじみかな、焼酎ハイボール。昨日日本酒一人飲んじゃったもんな。昨日今日にかけて2リットル飲みすぎたんでしょう。しょね、ハイボール、レモン。この日はこれ1本でね。
やっぱり、でも2リットル飲み切れてよかったな、あれ残んないでな。ああ、乾杯。よかった、ほんとね、昨日夜は。夜はさ、もう夕方4時ぐらいからもう曇りになったからね。焚き火できてよかった。今日はね、今、八千代のあたりは今まだ雨、ポツポツってね、まだね。麺は1食 135g1 食なんだけど、キャベツと豚肉が量が、豚肉で260ぐらいあったからね。だから、お腹空いちゃったあれ。今度は、いや、奥多摩行こうかな。あ、こんばんはね。あ、ボリュームがすごいね。結構きつい、このぶりたんぷら結構汚い、やっぱりね。結構きついだ。梅雨空だったけどさ、まあ夕方だったら曇りになる予報だったからね。あ、どうもね。たくさんどうもね。そばでソース焼きそば。もうさりげなくね。食いすぎなんだよな、僕。今日もご飯朝に、朝、昼ぐらいだったけどさ、2合食べたからな、2合。10時ぐらいだけど、2合。食いすぎだけど、しょうがないね。当たり前に食べちゃうんだ、2合、3合。秋はブナナがありますよ。尾根の方に尾根のボトとかあります。尾根沿いずっと歩くから、ブナナとか。全部あれ、あの動画であれ、2号のクッカーそのままだからね。あれ、ちょっと混ぜて食べに、カエルをかけて。まあ、3合食べたことも朝ごはんで3合ね。今日はね。4合足りたくないの、まだな。炊けるけど、あれ。
とりあえず1400なら4個炊けるんだけど、炊いたことはない。1人だからね。3個まで。まあ、炊いたことある。とりあえず1400なら4個炊けるから、4個。この間、の雲取りで、高野さんのとこであれ、魚肉ソーセージの炊き込みご飯であれ、あれ2合でいいかった。魚肉ソーセージの炊き込みご飯。配信はしなかったけどね、テントの中でね、缶詰をつまみにまた酒飲んだわけよ。それで寝た、あの後ね。よかった、本当。焚き火キャンプもいいな、本当な。30分ぐらい。早い人で2、30分ね。僕遅いから3、40分か。まあ30分前後。そう、子育て時点はね、でもね、あそこの村で村営駐車場があるとこね。車の人だからそこの村営駐車場まで。バイマ村のやってる村営駐車場無料なの。車乗ったらそこでね、やってる動画見てたね。あとタクシーで来てたね、なんか、雲取山の登山動画でさ、奥多摩駅からさ、タクシーでその、村営駐車場のとこまで出てた人いた。それもできるかもしんないね。バス待つのめんどくさかったらさ、あれ、村営駐車場までタクシーで行ってね。タクシーだと4人で乗ればね、折半すればね、4人乗れるもんね、あれ、4人。見れば5人ぐらい乗れんもんな。そういう人も、そういう動画もあったら見たことある、雲取で。奥多摩駅からタクシーで、その子育て口の村営駐車場まで行って、登山して、登山動画。鴨さんはもうと、奥多摩湖沿いの、ところで奥多摩駅から西東京バスで行くとこね。そこから30分ぐらい。早い人は20分で行くかもしれないね。僕、早くないんで。3、40分ね。で、上がったとこや。袖口って言って、村営駐車場があるとこ。今はね、2011年のさ、昭和年の年にね、丹波山村であそこにトイレ作ったからね。冬場は多分閉鎖するみたいよ。夏場の夏と山登山だったらトイレあるから、あそこね。その駐車場でも今はね、あれ便利よ。そう。西東京バスよ。奥多摩駅から出てるやつね、西東京バス。あれ、三峯の方は西武バスね、あれね。西武バス。鴨さんってバスの放送がいいからいいよな、やっぱり。三峯口と比べてもね。鴨さんから本当歩いて10分くらいのところにさ、トズラがあって、そっからそれもあるからさ、下山の時もさ、トズラだったらね、夜7時台もあるからね、確か。西峯口からのバスは少ないんだよね。4時半とかになるんだよね。確か4時半。もう2時半、そう。1時半、2時半、3時半、4時半ってあって、2時半ので、この間、去年も帰ったんだけど。4時半だわけだもん、西峯口。早いからね。で、僕なしでもね、2時半のバス乗れたからね。大体間に合うと思うけどさ、のんびりはしてらんないから、三峯は。
4時半だからサバス。6時か7時ぐらいに出て、7時ぐらいだったかな、まず7時半ぐらいか。7時半ぐらい、もうだそうだな、7時半ぐらいに出て、2時半の乗れたからね。ちょっと待って、2時半のセブンバス乗って、セブンしてみてみた。そうなんか、観光バスとか、ちょっと細かい見えなかった。そう、セブンが着く場所ある、三峰のバスが。セブン地域部と三峰口を結ぶのはね、セブン系。あれ混むんだよ、どんどん。あれ買ってる買ってる、昨日も言ったけどね。通常で1日間でさ、混んでるって言ったら1日会場があるから。ああ、乗り応えあるね、1日会場あれ。混んでるからなおさらだよな、あれ。ぎゅうぎゅう詰めでさ、1日会場だもんな。あれ思うと、三峰口そう行きたいと思わない、あそこ。あんなバス乗んだったら。ああ、鴨様の方が全然楽だ。乗ったと30分ぐらいだもんね、鴨様だったらね。楽だね、本数もあるしな。だから三峰の口はさ、一回行けばかけて、でかい駐車場あるんだよね。だから、三峰から乗る人はさ、自分で車持ってる人だろうね。バイクとか自分のも乗り物持ってる人だっていいかもしんない。バイクや車で行ってさ、そうすればね、うん。でかい駐車場あるから。バスはあんま向かないね、公共バスじゃ。本数少ないからな。ほんと少ねえんだもん、あれ。始発のバス乗ったらさ、鴨沢より着くの遅いんだ、マスク。三峰着くの。大変だ。本数少ないし、時間かかるし。自分で車持ってる人だったら三峰口にいいかもしれない。自分で車。あ、どうも、沼さん、どうもね。焼きそば、豚肉とキャベツね。やっぱね、具材が多いからね、キャベツと豚肉がたっぷりあるんで。一食でも食いたがっていいね。うん、ハイボール。野菜結構いっぱい入れたんでね、胡椒、黒粒が粗挽き胡椒ね。多めに入れて、天ぷらのソース。キャベツ、この間さ、びっくり、先週だけもびっくりで、一玉安かったんで買ったのあんで。一人だと一玉買うとさ、持つよね、食べずに。で、どこ、野菜室入れるか、ここ、結構持つもんな。96円か、そんなもんだったら90円だ。安かったんだよ、この間。先週、一斉で、キャベツ一玉。90円台だったんで、それ買ったんだよな。だから冷蔵庫に野菜室にある。キャベツだけ、そのキャベツとその豚肉、細切れ肉。なんだっけ、野菜多いんで、胡椒をね、多めにかけて炒めて、それで麺入れて。麺入れて、で、天ぷらのソース、粉末ソース。焼くよ、これ焼きそば麺だって、20日麺っていうさ、前のメーカーだからさ、3食でしょ。いくらだっけ、安かったやつだから一食あたり今日これ安いかもしれないね、これ今日の。あ、肉がでもね、1パックね、200いくらだったからね。でも300円ぐらいかな、多分これ300円しなかったからね、あれね、肉はね。300円ぐらい、これ一食、酸素焼きそばの一食でしょ。で、キャベツは2枚ほど使ったんだよ、300円ぐらい。まあ、家で作って安くていいよね。いつもは仕事から帰宅次第ですよ。うん、そんな。今日はだって、うん。今日はね、山から帰った後さ、山じゃない、キャンプだったからさ、クッカーこすってたんでね、帰ってから。洗濯もしながらさ、
風呂入ったりして、クッカーを金だらけで洗ってました。焚き火キャンプはね、カーテンも出すんだよね。普通のさ、山とかだったらさ、焚き火やんねえからさ、クッカー洗うのも普通にスポンジで洗えばいいけどね、焚き火はすそがついてるからね、体を洗ってこそんなきゃいけないからな。多少時間かかんだ。考えないよ、お金のことは。考えないからお金使っちゃうと思うんだ、あれ。ある程度、常にお金考えながらやるとある程度残ると思うんだ、あれ。考えの悪いことじゃないからね、お金のこと。今日はこんだけ使った。で、今日はこんぐらい、ね、その感じでさ。ね、それ考えないとダメよ、お金のこと。お金のこと、当たり前は考えないのは無理よ。日々お金のこと考えて。そうすると自然とね、大勢が行けなくなっちゃうね。大勢交通費だから結構するんだもんな。行きたいんだけどね、大勢。交通費だけで2000円以上するんじゃない、片道。うわーって感じ。往復で、うわー、5000円考えて。で、洗濯代とか何やかんやでって、うわー。大勢も行きたい。距離的にね、大変ね。だから、筑波山はね、一回、筑波山もあそこはね、低くて登りやすいんだけどね。アクセスがね、金かかんだよね、あそこもね。またお金が、こんなふうにね、お金ばっかり。こんばんは。楽しかった、キャンプ。焼きそば食べることもあるよ。今、焼きそばだけどね。行ってみたいな、あれね。カブパさんは地元の群馬だからさ。あのよく言ってるよね、奥さんと二人で。地元だもんな、あれ。あのさ、群馬だからさ。だからカブパパさんにとってはさ、僕が奥多摩にいる感じなんだろうな、地元だからね。うん、ま、すぐだろうな、あれ、車だったらね。大勢なんかな。大勢は福島と群馬と新潟の境だもんな、あれね。から街中行き換えるのはね、まあ時刻証明だね。東武線の、ね、くっついてるさ、あれだよ、第3セクターの。会津高原鉄道のね、会津高原尾瀬口っていう駅が一番安く行けるね、見るとね。うん、メインは多分ね、新幹線のさ、上毛高原かなんかある、なんとか高原鉄道が。沼田の並行した新幹線の駅で。あるよね、あそこみたいね、メニューはね。沼田みたい。沼田の方がバスの本数多いからね。一応調べてある、沼田。沼田はメインかもしれない。新幹線もあるんだけど、上越の並行して。そっちは本数少ないみたいね。うん、一番、大勢 の登山口まで行けるバスが多いのが沼田みたい。で、僕が行く場合はね、北千住から東部乗って行く。料金付きでそれが一番安いから。会津高原尾瀬口かな。あれで行こうと思う。尾瀬行くんだったら。そう、焼きそば。尾瀬は本当に行きたいなと思ってから、あれ、消防車の給料でもね、尾瀬の持ってる買ってるしね。一応下調べはしてんだ、あれ。ね、予算の関係なかなかね、難しい、あそこ。あそこ、雲取りのさ、奥多摩小屋みたいにさ、でさ、荷物稼いでて洗濯しますって行けない、そういうわけいかないからさ、前もって予約、事前予約必要なんでね、あそこ。俺はさ、俺全体がさ、ちゃんとした公園だったからさ、それもあって。要するに一元的なさ、通りかけの登山者が洗濯しますって行けないわけ。前もってね、ちゃんとやりとりしないとね。だから面倒さまってなかなかね、行かないんだよね。さが一回は行きたいよ、大勢。うん。距離的にはさ、あれ、大勢のあれ、僕、みんな、アルプスとかさ、向こうの日本アルプスのさ、唐沢とかよりか、僕、大勢の方が行ってみたい。唐沢よく有名じゃん。なんだっけ、ね、山と食欲と私でさ、取り上げられてから、なおさ、唐沢が有名だったけどさ、
いや、唐沢も行きたいとは思うけどさ、そこへ僕ね、尾瀬の方が行ってみたいね、尾瀬。だから僕、今日みたいにキャンプの時はさ、してもいいよ、あれ。一泊してっからさ、それもね、うん。ああいう場所でさ、ね。今日のキャンプ場無料だからさ、入れんもんね。うん。しかもキャンプ場お金入らんで入れねえけどさ、今日みたいなとこはさ、ね。対処していかんね。余裕はないよ、僕。普段は仕事があるしさ、休みの日はアウトドア行きたいんで、わざわざ、オフ会のためわざわざ作るなんてできない僕。あ、もずくさんどうもね。まあでも、雲取りでまだ、まだ、去年の秋頃からさ、あれ、石尾で登り始めたからな。僕、昔の動画をやつだ。昔の動画ね。うん。かつよこさんの動画が撮ったんだろうな。なんやろうね。僕はやってないよ、僕。誰かが僕の動画からね、録音したやつを流してんでしょうね。最後だ。じゃあ、これで最後。黒いの粒々は何でもいいけど、これ粗挽き胡椒ね。昨日言ったけどさ、今年はさ、年越しはね、奥多摩はやめようかと思っております。キャンプに行こうと思います。本当に初めて。年越しキャンプは初めてだよ、普通の山以外で。この4、5年ずっとね、年越しの年末年始休みはさ、奥多摩で行ってたからな。うん、年越した日にもいいな、たまにはな、って思って。30日ぐらいに行って、31日、1日帰る感じだよね。なるべくね、昨日ちゃんと飲んだからね、あれ、一人で2リットル飲んじゃうんだもん、翌朝出たんで、昨日4時ぐらいから昼ぐらいの間で2リットル飲んじゃったから、控えて、これ1本で。でもあれ安いよ、あれだって。2リットルでさ、600円台だもんな、あれ。僕の川崎は値段だからさ、銘柄じゃない値段で。大体2リットル1升とか600円ぐらいの、600円台、そんなもんのお酒。日本酒もさ、ピン、まあ何でもそうだけど、ピンから1000円もあらんもんね。同じリットルであると2リットルでもさ、1000円超えるのがあるし、あれば僕みたいにさ、5、600円でもある。まあ、でも、僕は精酒ってやつで、もう合成酒も、もう合成酒もダメだからさ、合わないんで。精酒ってやつで、いや、これになるべく安いやつ。こんばんは、高光さんどうもね、こんばんはね。沙織さんどうも。今日は焼きそばでした。豚のこま切れ肉とキャベツで。もう美味しくいただきました。で、ハイボール。こんな感じ。はい、どうも。じゃあ、今夜はこの辺で終わろうかな。ありがとうね。また明日。皆さんもね、明日から月曜日お仕事頑張りましょう。じゃあ、最後はこの歌で締めようか。今日の最後はこの歌で締めんね。最後の歌はこれでいこうか。One more time, one more chance. 山崎しません。これ以上何を失えば心は許されるの。どれほどの痛みならばもう一度君に会える。One more time, 季節よ移ろわないで。One more time, ふざけ合った時間よ。
食い違う時はいつも僕が先に折れたね。わがままな性格が直ったら愛しくさせた。ワンモアチャンス。記憶に足を取られて。ワンモアチャンス。次の場所を選べない。いつでも探しているよ。どっかに君の姿を向かいのホーム。路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに、願いがもしも叶うなら、今すぐ君のもとへ。できないことはもう何もない、すべてかけて抱きしめてみせるよ。寂しさ紛らすだけなら、誰でもいいはずなのに。星が起きそうな夜だから、自分を偽れない。ワンモアタイム。季節よ移ろわないで。 One more time。 ふざけ合った時間よ。いつでも探しているよ。どっかに君の姿を。交差点でも夢の中でも、こんなとこにいるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい。新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も、夏の思い出が回る。ふぅ、消えたこの、いつでも探しているよ。どっかに君の姿を、明け方の街、桜木町で、こんなとこに来るはずもないのに、願いがもしも叶うなら、今すぐ君のもとへ。できないことはもう何もない、すべてかけて抱きしめてみせるよ。いつでも探しているよ。どっかに君の影を。旅先の店、新聞の隅、こんなとこにあるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい。新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も、いつでも探してしまう。どっかに君の笑顔を、急行巻きの踏切あたり、こんなとこにいるはずもないのに、命が繰り返すならば、何度も君のもとへ。欲しいものなど、もう何もない、君の他に大切なものなど。はい、今夜この辺でね、どうもね。おやすみなさい、また明日ね。ワンモアタイム、ワンモアチャンスを歌いましたね。最後は山崎まさよしさんのワンモアタイム、ワンモアチャンス。キャベツの主題歌ね。ではまたおやすみなさい。ありがとうね、薬師さんどうも。ヒーローさんまたね、また明日。ね、見たら皆さん、これからまた明日からお仕事頑張りましょう。ではまたね。早くてよかったね。さてと、この辺で終わりではまた明日。